私はビットコインと日本円というテーマでお送りしたいんですね。まあ、ギニアさんの苦手なそうな経んで済す。の分野ではい、ございぜひお願いします。ますね。はい。で、その後、まあ、ギニアさんが男の弱体化ということなんですけど、はい、まずですね、これなんだ。はい、1万円札に見えます。1万円札です、はい、これだって偽物だって 逮捕されちゃうでしょ。本物なんですけどね。でこれ何なんでしょう。お金ですけど、はい、で実はね、お金って物だと思ってません、はい、銀屋さんって物と引き換えだと思ってます。つまり交換するための物だと思ってますよね、はいはいはい、じゃあ銀行預金は何なんでしょうね。あれ物、はい、銀行預金で振り込みして買い物できません。あの銀行預金って物じゃないですよね。そうですね、うん、要はお金って何なのかというと、はい、実は物じゃないんですよ、はい、で金でも銀でもなくて紙でもなくて、実はこれは借用証書です。だってこれ日本銀行券って書いてあるでしょ。そうですね。あ、そうですね。これは、はい、例えばこれは私のだけど、日本銀行が私に1万円の債務を負ってますっていう証明書なんです、はい、なるほど、はい、はい。じゃあ銀行預金何かというと、はい、銀行預金っていうのは例えば、まあ、みずほ銀行に銀屋さんが預金持ってたら、はい、みずほ銀行が銀屋さんに、はい、例えば1万円 の、うんうん、債務があるよっていう、うんうん、そういう証なんですね。まあ、ただの数字ですけどね、うんうん、はい。ということで、実はお金って債務と債権の記録ですっていうのをですね、まあ、このチャンネルさくらとか、まあ、いろんなところでずっと語ってるんだけど、なんでこんなこと語るかというと、はい、みんな勘違いしてるから、はい、物だと思ってるんですよね。そうですね、はいはい、でもね、こう物じゃなくて借用証書なんですね。で例えば銀屋さんもね、はい、お金発行することできるんですよ。本物のお金を、はいはい、あ、これじゃないよ。これはアウトでしょ、はい、これ作ったの、まあ、銀屋券ですよね。銀屋券、はい、できますよ。そうですね、やったことないですか。やったことあるんじゃないですか、はい、多分え小切手、はい、あ、発行したことありません。1回だけ、1回だけありますね、はいはい、あれって小切手ってお金なんです。例えば私が、うんうん、まあ、当座預金を担保に1万円の小切手発行して、はい、それで、まあ、な、まあ、本名書かないといけないから、まあ、中村隆って書いて、それで振り出すじゃないですか、うんうんうん、それ流通するんですよ普通に。つまりそのこれ、まあ、例えばそれが1万円の小切手だとしましょう、はい、これが、はい、それを受け取った人は別に、はい、もちろん銀行に持ってって預金とかに現金にしてもいいんだけど、うんうん、自分の誰かに対する1万円の債務に対してこれで弁済に使えるんですよ、うんうん、そうですね、でこれが小切手ですから、はい、で、まあ、裏書きしたりしないケース結構あるんですけど、うんうんうん、あの約束出方も同じです。あ、はい、はい、ということでございまして、実はお金って債務と債権の記録なので貸し借りで増えていくんですよ、うん、貸し借りで増えていくんだけど、はい、みんな物だと思ってるから、うんうん、だからこれもね、なんかマスコミ本当よくないんだけど、日銀のお金の発行について、はい、そのお金をするって言うんですよね、うん、そうですね、するって言うと、はいはい、まあ、これ物になっちゃうんですけどね、あ、はい、物みたいになるんだけど、じゃあこれ別にすらなくてもいいんですよ、はい、実際でも現実問題、日本銀行ってあんまりお金すってませんよ、うん、あの各銀行が日銀に持っている当座預金の残高を増やすだけなんですね、うん、それでお金発行する、うんうん、その日銀当座預金っていうのは銀行にとっては債権で、うん、日銀にとっては債務ですよっていう形で、常に債務と債権の記録っていうのが基本的なお金なんですけど、最近そうじゃないものが流行ってるんですよね、はい、ビットコインです、はい、ビットコインですね、はい、でビットコインってものすごく簡単に言うとですね、このなんて言うんでしょうね、コンピューター、パソコンとかコンピューター使ってマイニングってこう作業をやってですね、うんうん、それでビットコイン手に入れることができるんですよ、うんうん、だそれ自体は誰の債務でもないの、お金なんで、うん、だから金に似てるんですよね、あれ、あ、なるほど、どっちかというと金に似てるんです、はい、でなんでこんなに流行ってるかというと、実は国際決済なんですよ。多分私はまあやったことあるんですけど、ヨーロッパとかに送金したことあります、はい、ないですよね、はい、ないから普通の人は分かんないんだけど、はい、例えば日本からヨーロッパにお金送金するときに、うんうん、まずアメリカの銀行を経由しなくちゃいけないんですよ、うん、世界のルールで、はい、さすが覇権国でございますけど、要は日本の銀行に行って、はい、それをドルに両替して、うんうん、アメリカの銀行に行って、そこからユーロに両替されて、うん、ヨーロッパの銀行で本人に行くんですよね、うんうん、で手数料がものすごいことになっちゃう、うん、これ、そうですね、はい、はい、であの手数料すごくなっちゃう、例えば何万円でなっちゃうんですよ、下手したら。だからヨーロッパから小切手送ってもらって、うん、それを現金化しようとするとですね、うん、すると手数料のが大きくなっちゃうってケースがざらにあるんですよ、うんうんうん、だからビットコインっていうのが流行ったんです。なるほど、なぜか、要はヨーロッパと日本で、まあ、日本は日本円ですね、ヨーロッパはユーロだと、うん、それとビットコイン の為替の、レートは決まってるわけですよね、うんうん、まあ、あと今ちょっと高騰してるっていうんだけど、ビットコインが、ただ日本でビットコインに変えて、それで送金しちゃって、うん、で向こうでユーロに変えるとね、うんうん、手数料かかんないですよ、うんうん、あ、そうなんですか、まあ、もちろんそれトロトロやってると為替レートが変わっちゃうから、うんうん、損したり得したりするんだけど、うんうん、まあ、10分以内とかやったらもうほとんど影響ないんですよ、うん、なるほど、ということで国際決済のために非常に有利だからビットコインっていうのは流行ったんだけど、はい、そのビットコインが金と同じで今は完全な投機商品になっちゃってるんです。ということで新聞記事見ていただきましょうか、はい、
ビットコイン4000ドル突破、はい、分裂騒動収束で資金流入とあります。すごいでしょこれ。だって今年の春にはあの 1ビットコイン1000ドルだったんですね、うん、それが今4000ドル、そうですね、4000ドル4倍になっちゃってる、はい、これ明らかにバブルです、はい、バブルで、こういうビットコインとかがですね、はい、大好きな連中がいるんですよね、はい、例えばね中国人です。あで中国って、はい、その今あのほっとくと人民元がどん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 外貨に両替されちゃって、うん、人民元の関税と暴落するから、うんうん、ね、はい、資本移動の制限やってるんですね、うん、要は両替の制限やってるんですよ、うんうんうん、だからビットコインが抜け道になるんです。なるほど。だから中国のお金持ちたちがビットコインをわーっと買っていって それでもう今度例えばもう日本側でビットコインから円にしたらですね、うん、両替事実上できるでしょうというような形、まあ、それも規制今入ろうとしてるんだけどね、はい、まあ、そういう、中国マネーとかが入ってビットコインの価格高騰してるんだけど、こういう状況になるとねすぐに、うんうん、いやこれもうそのうちねその日本円とかもうこういうのは駆逐されると、うん、ビットコインとか暗号通貨に、うんうんうん、でこういうのが主流のお金になるんだよっていうおバカさんがいるから、はい、だからこの番組やりたかったのね、はい、なんで我々って1万円の1万円札っていう、こう日本円を普通に使い続けてるんだと思います、うん、その根本的なところをちょっと考えてみてください、はい、根本的なぜ我々は日本円、例えばこれすごく信用してると思うんですよね。そうですね、これは1万円だとみんな認識してると思うんだけど、はいはい、なんでそういうことになるんですかね。なんでそうだと思います。これ間違ってもいいから言っていただきたいんですけど、はい、価値がブレないから。そのブレない、そんなことないでしょ。だってこれは本当の価値で言うとこれ、多分ね19円ぐらいでしょ。印刷代ですね。印刷代、はい、印刷代と紙代で19円ぐらいなんですけど、だとするとそれがなんで1万円で通用するんですかってことです。日本が信頼されてるからですか。ああ、その言葉欲しかったの。信頼とか信用とか、はい、なんだとねって言われてるんですね、うん、抽象的でしょ、はい、違うんですよこれ、はい、なんで我々こう1万円を本当に使うんでしょう、はい、あるいは銀行預金も円じゃないですか、はい、なぜ日本円を使うのかと、はい、実はですね人間っていうのは社会的な生き物だから、うん、あのまあ、個人バラバラで生きることはできません。例えば道路作んなくちゃいけないですよね、人間が住むには、はいはい、あるいはその公的サービス、医療とかね、うんうん、そういうものも必要でしょうと、うん、であるいはですねその司法、はいはい、要は揉めますよね人間同士って、はい、揉めた時にちゃんと公のところでそれを解決するっていうシステムも必要でしょうということで、うんうんうん、まあ、要は司法とか医療とかこうあの、まあ、公共事業にインフラ整備とか、あと警察、うん、はい、必要ですよ ね、 そうですね、消防も必要ですよと、はい、でも要はやっぱり軍隊いりますよねと、うんうん、いう形で結局公的サービスが必要なんですよ、うんうん、自分たちじゃなくてその国家全体、国家じゃなくてもいいんだけど社会全体で供給してもらえるサービスがないと人間というのは生きられないんですよね、うんうん、でそのコスト、例えば警察なり消防なり自衛隊なり、はい、あるいは医療なり公共事業のコストってどうするかというと、まあ、一応建前上は我々が税金を払って、はい、その政府が税金を集めていろんなところに支出しますよっていう仕組みになってるんですよ、はい、まあ、本来あの金を発行する必要がない時もあるんだけど、あの税金取る必要がない時もあるんだけど、まあ、基本的に建前はそうなってますよね、はい、その税金を何で払うかなんですよ。はい、日本円で払うでしょと。そうですね、はいはい、つまりビットコインでの納税は認められないんですよ、はい、うん、はい、で当たり前でこれ今ね、あの新聞もう一回見せてくれ、見てくれます。もともと1000ドル 1ビットコイン1000ドルだったのが今4000ドルになったんだけど、はい、こんなものお金が抜かれちゃったらまた500ドル、もともと500ドルぐらいだったのが1年前ぐらいまで、なるほど、はい、戻っちゃうかもしれないのに、うんうん、価値が非常に激しく変動するというか、うんうん、為替レートがあるんですよね、言い方変だけど、うん、はい、だからそのビットコインでの納税は認められません、うんうん、ということで絶対日本円で納税しなさいってことになってるから結局これを使うしかないって。なるほど、はあはあはあ、はい、でいやいやそんなこと別に政府に納税する必要がないっていうんだったら、まあ、じゃあ公的サービスはいらないんですかってことになっちゃう、うんうん、それは無理なんですよ。そういう意味の信頼ですね。そうなんです、そういう意味での信頼というかですね、はい、まあシステムですよね、むしろ、うん、はい、私ねあの信頼とかね信用とかそういう抽象用語が嫌いなので、うん、はい、あそこ具体的にこう掘り下げていくんですよね、はい、掘り下げて考えるようになってるんだけど、うん、ということで何故に我々が日本で日本円使うのかというと、それはまあ、 あの納税を日本円でやって政府の支出が日本円だからですよね、うんうんうん、それがもしダメだっていうんだったらば、はい、じゃあ公的サービスなしで行きなさいってことになっちゃうから、うん、そうですね、それは無理でしょうと、はいはい、だから司法で言うと裁判官の給料だって日本円で払わないんですよね、うん、はいはい、だからあの当然税金も日本円だし、だから私たちは日本円を使ってんですよということなので、これはひっくり返らないですよ、うん、どんなあの暗号効果が生まれようと、はいはい、うんうん、でもねなんでこういうのが出てくるとすぐに、はい、まあ、実は金も同じなんだけど、すぐにいやいやこんな紙切れじゃねえかと、日本政府の信用が暴落したらどのこうのとか言ってね、うんうん、ビットコインとかになるんだって言って人たちが出てくるか、これが面白いですよね、はい、なぜなんでしょう、なぜこういうビットコインとかが流行るのか、あるいは金をお金だと認識したい人が多い理由は何なのか、はい、ね、よく新聞記事にありますよね、その円がその云々の時でも金は大丈夫って、大丈夫、実はそんなことないですよ、実はそんなことないんだけど、はい、なぜなのかというと、はい、これグローバリズムなんですよ、
つまり大航海時代にですね、はい、バスコ・ダ・ガマが、希望砲もあってインドのカルカッタに着きましたと、はい、でなんであんなとこまで行ったかというと、香料を買いたかったの、スパイス、例えばナツメグとかシナモンとかクローブとか、はい、あと胡椒ですね、で香料っていうのは、まあ香料諸島、インドネシアとかインドとか、セイロンとスリランカですね、で作ってんだけど、それを例えばあのポルトガル人のバスコダガマがですね、ポルトガルの紙幣持ってこれで売ってって言ったら、売ってくれると思います、売らないですよね、なんだそれと、ただの紙じゃないかって話なの、それで実際にその大航海時代以降の、まあ、グローバリズム、まあ、厳密には第二次世界大戦までの、グローバリズムの時代に何が、国際交易で使われたかというと金なんですね、あるいは銀なんです、ということで大航海時代、まあ、私はあの第0次グローバリズムって呼んでるんだけど、最近第0次グローバリズムね、その時代ってのはポルトガル、スペイン、イギリス、オランダとかから金が輸出された、東南アジアとか銀とか、これ言い方変ですよね、金とか銀が輸出されたって言い方するんですよ ね、 そうですね、でも単に買う時の決済のお金として必要だったわけですよね、そうですね、ということでそのグローバリズムのが大好きな人たちはこういうふうにですね、国境を越えて使えるお金っていうのが大好きなんですよ、だから金もなんかみんな大好きなの、そういう話なんですよ、でもね、でも、まあ、もちろんね、外国との交易っていうのはそれは別なんだけど、国内の経済だけだったらこの借用証書だけで全然 OK、そうですね、なぜならみんな受け取るから、でなんでみんな受け取るのかって言ったら、それは税金これで払わなくちゃいけないから、というのがこういうのが、まあ、あの経済なんです、経済とかお金の話なんだけど、こういう話ってマスコミ絶対誰もやんないでしょ、しなかったです、してないでしょ、だからなんかそれこそね、政策の間違いになっちゃうんだけど、そのまあ、今のデフレ対策ね、安倍政権のデフレ対策っていうのは基本的にはお金発行しましょうと、それはいいんだよ、それだけでデフレ脱却できますみたいな空気になっちゃったんですよね、できるわけないだろって言ってたんだけど、でももし日本のお金がこの、あの紙幣しかありません、紙幣しかありません、さらに預金禁止、あの給料もらったら絶対使えと、それだったらこの現金紙幣を増やせばインフレになると思う、デフレ脱却できるですよね、絶対使わなくちゃいけないからと、現実は違います、そもそもお金ってこの1万円札という現金だけじゃないでしょと、あの預金っていうのがあるんですよ、預金の方がでかいんですよ、さらに我々っていうのは貯蓄っていうのができるんですよ、稼いだって使わないという選択肢ができるんで、だから政府がまあ日銀にお金発行させるのはいいとして、それを消費だ投資だってことで使わなくちゃいけなかったんだけど、そこをギュッて絞っていったらやっぱりデフレに戻っちゃったっていう話、なるほど、でもそのなんでそんなアホなバカバカしい政策になったかというと、まあビットコインが典型だけど、経済学っていうのは基本的にグローバリズムが前提なんですよ、だからそのこれ貨幣数量説って言うんだけどね、要はお金の量を増やしたらインフレになる決まってるんじゃないかっていうような発想になってるんだけど、それは究極的なところがですね、その金に関する価値観の貨幣観、貨幣観の間違い、さっきからこのビットコインとかさっきの金とかね、あるいはお金をこう、まあ、物だというふうに認識する考え方を金属主義って言うんですよ、金属主義、金属ですと、金属じゃありません、債務と債権の記録です、っていうのがまあ表現主義って言うんだけど、これがですね、実はずっとこう人類の中 で、 ですね、争いがあるんですよ、お金って何なのか、いや金属だと、非金属じゃないかと、いやそれはグローバリズムの話だと、国内はどうでもいいでしょうと、紙幣でいいじゃないかって表現主義ってこう争っててですね、それが未だに終わってないんですよね、ちなみに、これ桜見てる方は知ってるでしょうけど、人類が一番最初にお金を使い始めたのっていつでしょう、過去こう歴史遡ってって、全ての人類ですか、そうです、メソポタミアなんです、ほう、エジプトよりも前、エジプトは同じ時期ですけどね、でメソポタミア人っていうのは数学が得意で、それで借用証書を使い始めたんです、粘土板にくさび型文字書いて焼いて、その借用証書が実は人類初のお金なんですが、金属主義の連中たちに言わせると、違う、あんなものお金じゃないと、古代ギリシャのリディア王国ってところが金貨作ったんですよ、あれがお金だった最初、その争いがずっと続いてるんです、面白いというか、なんか人類って意外とバカでしょって話なんです、そうですね、なるほど、Bye.
はい。